はい、こんにちは。今回はですね、ワークマンのこちらのメリノウールのソックスとですね、こちらのですね、ヒートアシスト、この2つを履き比べた感想をですね、お伝えできればと思います。よろしくお願いいたします。今日の主役はこちらの方になるんですが、商品名がですね、インサイドメリノパイルソックス780円ということでですね、有名ブランドになるとですね、ウール仕様の防寒ソックスっていうのは安くても2000円以上はしてしまうんですけど、それに比べたらですね、こちら1足780円ということでかなり格安となっています。でメリノウール 60% 以上使用ということで、ウール以外の素材はですね、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステルというふうになっています。メリノウールって何ということなんですが、ホームページから抜粋したものをちょっと簡単に読むとですね、ウールの中でも最高級のものであるメリノ種の羊から取れる天然素材、他のウールとの違いは吸湿性や保温性、超音性に優れており、冬場はもちろん春や秋頃にも快適に着用いただけますということですね。はい、まあ高級なウール素材ということになるんですかね、一言で言うと。でその中でもエクストラファインメリノというですね、この表で言うと上から2番目ですね、2番目に高級なメリノウールということになりますね。これを 60% 以上使用しているということになります。こちらなんですけども、まあ、防寒ソックスというとなんか分厚すぎていつもの履いている靴が履けなくなってしまうとか、そういったデメリットが発生することがあるんですけど、これはですね、まあ、程よい厚さなので、いつも履いているですねスニーカーとかそういった靴も履けたので、そういった意味では非常にいいかなと思います。でこれ肌触りがすごい滑らかでですね、快適な履き心地となっています。でこのウールはですね、この裏側なんですよね。ホームページ見たんですけど、この裏側がもう全部ウールというみたいに書いてたんで、はい、これ見た感じなんか表がウールっぽいかなと思ったんですけど、内側らしいですね。なのでちゃんとウールがあの肌に当たるんで暖かいということですよね。それでいて肌触りもいいということになりますね。はい、でそれを同じくワークマンのこちらがですね、4足で780円のフルクッションパイルという靴下ですね。まあ、これワークマン行くと大体の方は見かけるんじゃないですかね。4足で780円ということですね。でこれに比べてこれですね、主役のこちらがあったかいのかとかそういうことなんですけども、まあ、やっぱ履いた感じ全然違いました。左右で片側ずつ履いてみたんですけど、家の中で長時間過ごしてみてですね、やはり安い方のさっきの黒いこっちですね、これはですね、やっぱちょっとだけ足が冷えてきた感じがあったんですよね。でもこちらは全然そんな冷えることはなく、まあ暖かい感じだったんで、まあ価格大体4倍ぐらいですか、さっきが4足780円、こちらが1足で780円なんで、まあ4倍の差はあるんですが、その価値はあると思いますね。ただですね、これデメリットがですね、あんまり売ってないんですよ。本当に。オンライン検索もできないんで、まあちょっと品薄ですね。これ私はあのワークマン巡りで3店舗目でようやく買えましたね。はい。なんでこれ目当てでお店に行く場合はちょっと一回お店に電話した方がいいかなと思います。まあ、ということで今回はメリノウールのこの青い靴下とワークマンの普通の靴下ですね。これらを比較して、メリノウールのこちらの方がやはり全然暖かいという結果になりました。少しでもですね、参考になれば嬉しく思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。